主,理主演新ドラマ『モンスター』より第1話の新写真とあらすじが初公開された。本作は、常識にとらわれず、感情を排除、して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士、神波涼子が、時に法が追いついていない令和ならではのさまざまな問題と向き合い、まるでゲームのように法廷闘争に立ち向かう異色のリーガルエンターテインメント。 ずば抜けた才能と知識を持つ主人公、良子を趣里が演じるほか、良子と新たなデコボコ弁護士コンビとなる杉浦義弘役でジェシー、ストーンズ、失踪した良子の父で弁護士のつぶらい俊明役で古田新。その他、宇野昌平、音月系、中川翼、優が出演する。今回公開された写真には、弁護士バッジをつけた良子の姿や、 法律事務所の面々が映し出されている。第一話荒らす時間並み良子、首里は突然、大草慶子優、が所長を務める大草慶子法律事務所に現れ弁護士をやってみることにしたと言い出す。装いに弁護士らしさもなく、素性もわからない、ただただ弁護士バッジを見せつけてくる良子に東大法学部卒の若手弁護士、杉浦義弘、ジェシー、 は戸惑いを隠せない中大草は良子が来ることを知っていたようであっさりと受け入れてしまうさらに良子は杉浦が断るつもりであった自殺教唆の罪で起訴された塩谷良の弁護に立候補彼は交際相手の川の際に自殺未遂の過去があることを知りながら死ねとメッセージを送ったというしかも彼女はカウンセラーの梅本真澄のもとに通うほど日常的に精神を病んでいた 自殺教唆は前例が少ない事件とあって、杉浦は新人には無理だと進言するが、反対に多くさから命じられ、良子をサポートすることに。接見した塩屋は、憔悴しきった様子で自殺したえへの謝罪を口にし、決して彼女の死を願ったわけではなく、むしろ自分が死にたいと思っていたと話す。実際、死の直前の二人のやりとりは、塩屋の消えたい、 というメッセージから始まっていた。良子はさえの上司である上岡やさえの実家に話を聞きに行くが、当然彼らが被告の弁護人である良子の言葉に耳を傾けるはずもなく、発砲塞がりになった良子は思いもよらぬ行動に出る。モンスターは10月14日より毎週月曜日22時関テレフジテレビ系にて放送。初回15分拡大。